神山町の昔話をしようかのイベントをスタートさせていただきます。それでは拍手のほどよろしくお願いいたします。<laughs> はい、本日はですね、こちらにあのお並びいただいております岩丸さん、山田さん、相原さんに。 自分ウェブサイトを制作いただいてそれが完成したことをきっかけといたしまして神山町の昔話を皆様とさせていただきたいということでパネルディスカッションを行わせていただきまますす本日司会進行を務めます松坂と申します。 え皆様にとっては私が一番誰なんだお前ということがあるかなというふうに思っておりますのでちょっと簡単に自己紹介をさせていただきます、えー、私現在ですね神山に移住してきまして1年半経ちましたあの夫が神山丸ごと高専の,あの事務局長でございます、えー、そこからですね専業主婦の方々とともに自分史ウェブサイト制作の事業を行っておりまして専業主婦の方々の社会進出を促進することを目的に事業展開をしております、えー ビジネスコンテスト等ですね、えー、受賞をあのさせていただきまして今駆け出し中の起業家というところでございますはいそれではですね本日ご登壇をいただく皆様のですねご紹介をさせていただきたいというふうに思っておりますでは岩丸さん自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうかはい、えー、皆さんこんにちはあ岩丸です <laughs> <laughs> まあ初めにあのこの度あの 神山町内云々に非常にこう素敵な方々が。おいでるのに、私たち三人が。事務司サイトに選ばれて。このような場所で。お話しできるっていうのは非常に光栄に思っています。松崎さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。本当、私は、あの、もう年はのこ七十四歳になるんですけど。十年間は、青春時代はもう。 町外で過ごしまして、あとはたっぷり神山に浸っています。まあ今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。はい。では続きまして山田さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。あの上、ー、山町の一番奥上分地区の一番高い山の上で四国山岳植物園学人の森というのを運営しております。山田と申します。年齢は五十八歳という気持ちでおります。あのー。<laughs> 23歳から始めて51年目になりますから、ちょっと頭の中で計算してください。まあ、長くやっております。日はあは私たち3人のお話を聞いてくれるということで、このようにたくさんお集まりいただいて、光栄です。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いしますはいでは、相原さん、お願いします。はい、申し訳ありません。私は自己紹介の方法を少し変えさせていただきました。隣の クリューロという在所の愛原はじめと言いますえー、昔話をするという以上は早く皆さんの頭にね昔神山の昔をすり込みたいと思いまして簡単にいきますえー、まずね今は普通にあるのに昔なかったものはいどうぞ次出ないはい まず電話がね、私たちの子供のとき、昭和30年代、電話なかったです。携帯電話普通の時代に電話なかったです。次はね、パソコン、全くありません。ね、あれ1956年ぐらいにね、真空管でパソコンを作ったぐらいなんでね、はい、次、テレビもありませんでしししたた、はい、どんんな生活しててででょうねねはい次ですえー、と、ね、ソロばっかり入れてました。 役場入った時はソルバン計算です。はい、えー、次がね。昔は普通にあったのに今はないものですね。ええー、と、まずね。地域役立つ下本地区の運動会大運動会。この前、あの丸ごと構生の方で学生さんが運動会ね。地域ぐるみ乗って行ってたのでは？と思ったんですが、下本地区大運動会というのが存在してました。はい、えー、次棒刷毛の復活ね。 今売やつのにまた残っております。はい。それと奥堂さん、あの私たちの生活は毎日アウトドアでした。はい。次です。はい。ね棒付きに、はい。次棒付き、はい。運動会大運動会。後ろにねテントあってねそこにもう住民がほとんど集まってね昼から飯食うてみんなで騒いでおりました。そういうことです。はい次です。 はい地元の方も一緒に大人もやってましたはい今はね体育館の方で運動会ちょこちょこやっておりますはい次ですえっ、ー、と毎日がねもう半魚水産おこととかの火も全部こういうふうに薪も全部薪とかでやってましたのではいそういう子赤ちゃん子供時代ですはいはいまあ、そういうことで皆さんにちょっとでもね神山のこの周辺の あごめんなさい人量は早かったから全部あったかもしれませんね岩丸さん電話もテレビを、まあ、<laughs> はい <laughs>、はい、まあそういうことでねまあ自己紹介兼ねて昔の下文の風景を見ていただきましたすいません長々とはいはいありがとうございます ははいではこのお三人をお迎えしてですね、えー、こちらの神、えっと、山町のですね昔話というところで、えー、1950年代からちょっと振り返っていこうというふうに思っております、まあ、1950年代から1980年代、まあ、林業で栄えていたのが神山だったというところなんですけれどもそして今バブル時代に突入していくってそんな時代がありましたこのまあ林業で栄えていた神山ってのはどんな感じだったかっていうのをじゃあ岩丸さん どんな感じでしたか神山ってこの1950年代から80年代いかがでしたかあマイクぜひいかがと言われても何れようになれない感じやったから <laughs> 一生懸命学校に通ってまああの遊ぶ用具もところもなかったから常に山へ行ったりあの川へ行ったり隣近所の。 子どもたちが非常にたくさんおりましたので、みんなでお互いに、あの、助け合いながら。遊び、協力しながら、遊んでいたっていうのは覚えてますね。勉強はあんまりしたいなことは、覚えてないんですけど、以上です。はい、ありがとうございます。ね、あの、山口さんのところは、この頃はご実家は林業で、いらっしゃ。農林,、ね、林業です。あ、農林業の方で、結構、あの、業績が良かったりとかはしたんですか。 あの上分はもうあの町内で一番林業が盛んな場所なんです、山が急峻で平地もすうぐらいしね、それで上分中心に、上山は林業で栄えていた町、林業城下町みたいなところですよね、それであの林業がすごい盛んで、所が上文だけでも十何個ありましたまあそれにまつわるあの働く人々も多くて。 商店も当然活気が出るし、基本的な産業が林業がありましたので、ね。現在はあの鉱山町が閉山したような状況に近い感じ。うんうん、産業が失われて厳しい状況になっております。そうですね。相原さんもあれ幼少期だったかと思うんですけれども、なんか栄えてるイメージとかありました。はい、私は昭和四十九年に役場に奉職しました。その時に。 林業で栄えた神山町でしたので木材引き取り税というのがありました聞き慣れた言葉ではないでしょうが今ないです。もう昭和50年代に亡くなりましたが 取引の3%税金でいただいたので私たちが山へ行って調査をして利益取ったらその3%税金としてそういう仕事をしておりました、本当に林業が儲かった時代でした、もう今は全く、ね、その返礼もありませんね、はい、その説はありがとうございました、皆さん。はい はい、ありがとうございます、まあ、皆様のお話を聞いててもかなりこう、ね、あの盛り上がっていたでそして人口もすごくたくさんいたというところがあって、まあ、ここからどんどんです、ね、こう神山は河口の一途をたどっていくといったところになっていた、まあ、一番栄えていた時期がこの時代だったかなと。 いいうところでございます、まあ、そんな中ですね1986年にちょうどまあくなげ祭りが「あの学人の森」ですねであの山田さんのところで開催されてそしてですねそこからいろいろあって今日電気が開通していくといったストーリーにつながっていくわけなんですけれどもこの「学人の森」のそのくなげ祭りでこう観光を盛り上げたその辺のお話山田さんお願いできますでしょうか。あの林業が良かった時代なんですが 必ずあの日本の山荘は将来過疎になるだろうということを感じておりましたあの東北とか北陸であの過疎という言葉がちらっと出だした時代ですまだ神山とか他の地域では林業が盛んでいけいけの時代ですよねあのバブル期ですごい活気がありました田中総理の日本列島改造論の本がよく売れたりしてねとにかく経済経済経済優先の時代環境とか 自然保護とか言わない,ないです私は将来必ず過疎になるであろう地域をなんとか盛り上げたいということで職業と絡めて自分の行く道を決めようと思ったんです。ボランティアでは続きませんのでね職業と絡めるともしかしたら生涯続けられるということで観光による地域振興ということで学人の森山岳植物園学人の森を作り始めたんです。 はしゃく投げ祭りの時は、相原さんは担当者でいらっしゃいました担当者はい、私が観光係6年したんですが、その時に、もう山田さんは観光協会の会長でした、それですぐに山田さんが、相原君、ちょっと来てみるか、もう嬉しくて嬉しくて、なかなか役場からはね、仕事、 で出かけることはできなかったんですが山田さんに呼ばれるとちょっと山田さん呼ばれたど行ってきますってねでその中の一つにシャクナゲ祭りがありましたえそれで30年かかったのかな山田さん聖木、えー、にするのにいやえっ、ー、とね23歳から始めて37歳の時に第1回始めましたはいえそれでねよくシャクナゲに虫が鉄砲虫が入るんじゃとかねもうそんなことを細かく 山田さんが教えて愚痴言ったんかどうかは分かりませんがとにかく教えていただいてそれで神山の自然とどういうふうに関わっていくかっていうことを教わりましたもう一言で言います自然はほっといても何にも観光資源ならんよと手加えなんだら絶対に観光資源にならんけんなと言って神山町の観光係の私にカスを入れてくれました。 こでもですねこう関わりがあったというところが素晴らしいなと思うんですけれどもまあそこからですね「学人の森」は当時あの自分史にも書いてありますが電気が通っていなくて発電機でねこう電気をあの作っていたっていうようなところがあってそこからえっと2キロでしたっけ電線を通したのが2 5キロのですね電線をですねはわして電柱が確か70本程度。 通す、はい、っていったことで四国電力に皆様があの、まあ、お仲間ですねあの多くの協力者を務めて四国電力にあの、まあ、行かれてそして電気が通るっていったこのエピソードがあの非常に感動的なエピソードがあるんですけれども、えっと、その時の,その電気開通のところの,その感動だったりとか皆様の様子をちょっと山田さん自家発電で発動機を回して電源確保しておりました。 そしたらもう時々故障もするし燃料代もかかるしなかなか安定的に電気が使えないんですそれであの私の地区でえ昭和49年の大災害であの集落全体が広野地区一番下の新林公園の下の下地団地へ集団でそこへ移転したんです その一番奥で住んどった東谷さんという方がやっぱりふるさとに愛着ありますから私のところへよく来てくれていたんですよ、まあ、お客さんとしてね、それで私の話も聞き応援もしてくれて、それで鉄骨業の人だったので、同じ建設業仲間のおろあのあれ,あれな中川さんね。もうちょっと 中川さんんにその話をしたんですまたあの人が熱血感で2人ともそうなんですがほんならこれどなんのせんかという話になって陰でどん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 動いてくれてそれが大きなうれりになって町、まあ、長なり商工会長なり、まあ、役場の職員もいろんな方が輪になって四国電力で働きかけてくれましてそしたら四国電力はあの町を挙げてこれほどの,の熱意を持っとるんだったらぜひやりますということでたった一件のために2.5キロ 電柱七十本で、千メートルの山の上まで電気が通りました。あの。まあ、学人の森の、まあ、その時若かったんでね。若い夫婦の応援をすることは、まじのためになるということを言ってくれた言葉が、今も残っております。頭の中に。はい、ありがとうございます。こちらのお写真の様子が、その時の開通式の。はい、時のお写真ということで、はい。 非常に盛り上がったというところをはいお話を聞いております。はいでは続きましてアリスの里帰りこのエピソードは神山の方は多くの方がご存知かなと思うんですけれどもちょうど1991年頃だったというふうなところですねありますでこのアリスのホームカミングのですねこのあのお写真も非常に有名なお写真かなと思います岩丸さんはどちらにいらっしゃいますかえっとね上の方の一番こちらで 一番左の方ですね、うんうん、今よりも髪の毛がちょっと少ないですけど <laughs> <laughs> 今まだも生えてきましたので <laughs> なんとなく分かっていただけると思いますであので総勢あの小学生中学生含めて31名ですかであのそのメンバーが、えー、1991年にあの人形をあ持って背負ってあの。 アメリカのピッツバーグっていうところのすぐ隣のウィルキンスバーグというところにあの里帰りしたわけです。まあ、これに対してはあの大みなみさんがもう英語ペラペラやからもう全部大体やってくれて私はついていくだけやったんやけど、まあ、そういう形であの昭和2年今から96年前ですかあの日米親善ということでアメリカから1万2千体の あの人形が日本に送られてきてそのうちあの戦争太平洋戦争があったりしてもう基地区 b でないですけど敵の門は焼けということで命令があって今現在日本で残ってるのは200の棒しかなくてないと思うんですれで今徳島県にはもう唯一ここの人領小学校に残っていて。 あの安倍光恵先生という方が、まあまあ、隠したりとかしおかしいけど、まあ、保護したというような形になって、まあ、そういうことから始まってあのちょうどその人形にパスポートが付いていましたので,ほんであのそのパスポートを頼りに送り主を探したような形になりました。ほんで、まああの 向こうのろう学校の女性の,あの先生アリス・ジョンストンさんという方がと作ってこちらへ送っていただいたということで非常にこう感激的な感動的なストーリーになっていましたその後もそれをきっかけにまあ,あの国際交流協会のがの、まあ上山町もできたわけです。 はい、ありがとうございます。あのやっぱこの国際交流のがおそらく、あの神山町のこのまあ、発展のまあ、こスタートとして語られることがすごく多いかなというふうなことは思うんです。けれども、ここからこれをここで皆様行かれたあの皆様がここにあれですね。右からおそらく上一番上の段の右から多分4番目の方が多分大南さんですかね。はい、あ森違いましたかね。はい。あの。 こちらの皆さん、行った方々でこれがグリーンバレーの前身になっていくといった、はい、そんなあの出来事がこのアリスの里帰りになります、はい、そこから神通岳の氷瀑、ね、の,のツアーというのがこの山田さんと相原さんのタッグによってえこう開催されていきましてこれが神山町の,あの観光名所になるといったあのそういったエピソードがちょうど2000年の出来事でございますちょっとこの辺のエピソードをどうしましょうじゃあ相原さんからお願いできますか あの今日ね、私、テクテククリーのというランチ、提供しておりますが、そこに来てたお客さんがね、今日はどこ行こうかな、山の上登るんやけど、今日は天気悪,そうく,悪くなりそうだからやめた方がいいよって言ったら、ほな、神痛滝へ行こうかって言ってね、え、ね、今日来たお客さんが陣神通岳へ、ね、オートバイで行きました。だんだん認知度は上がったと思うんですが、あのまあ、山田さんの方からこういう提案がありましてね。 大きなな行事ににっったんですすががいいつつも一私気にしてるることがあります始める時はちちゃくそこからどんどん広げていくという考え方です。ですから、最初ね、50人という一つの枠を決めまして、それ以上行くと危険が伴う、まだ初めてやるから、自然相手だからということで、そして、順番に順番に大きく広げていったという。 で一言言っておきます最初来た人間は少ないからね、もうお接待しまくるんです、そしてそのお接待された人たちが、よかったわーって言ってね、帰っていくと、5人も6人も、ひどい方になるとね、広島から車で2年、3年後に来てくれました、よかったけん、友達連れて,てって、車一台広島からね、まあ、そういうふうにしていきました。ちっちっゃく初めて 修正しながら、どんどん大きくしていこうという考え方で進めていきました。元は、たれまいたのは山田さんです。はい。はい。山田さんも、これ、こちらの企画らへんの、ちょっと裏話をぜひお聞かせください。 はい、あの私が韓国協会の会長をしていたときのことなんですが、私は何か一つ役を与えられたときには、耐えかなく終わると、ということは何もしなく終わるということに通じるのではないかといつも思っております、ですから、何か与えられたときには、その役の中でできることをしようと常に考えておりますあの、昔からそんな考えです、それで何か一つ残さないかんなと、自分の役の間に。それで 冬の神山町って人が少ないんですよね暗い過暗疎の,の町で特に奥の方はねそれで陣津の,の滝は昔からあるし滝もずっと凍ってたんです昔からただ知名度がないので誰も行く人はなかったまあ日曜日に1人2人写真の好きな人が行く程度かなあの冬の凍った時ねそれでこれを冬の神山の一つの柱というかあのまあ人気スポットにしようと考えたんです。 それで氷爆という言葉をある新聞からしか忘れましたが見つけたんです当時は氷爆という言葉は誰も知らんのですよね一般の人はそれであのこれと思ってね氷爆の見学会をやろうと提案したんですまあ運よく相原さんが事務担当だったのであの活発に行動してくれたおかげであのまあ今日があるんですが第1回まあ50名に危険なので絞ってそれからだんだん増えてきてえっと あ最初に300名申し込まれたのを50名に絞ったんですけどね会を重されるごとに最後の方では500名越しましてもう旧の神分中学校の校庭ごった返したんですそれでまあ,あの氷幕保障会というのを私が作りまして地元で20年間ずっと毎年毎年11月にミニ運を持っていて道を直しちゃったんですそうしないと冬危険なのでそれであの 長々ににしししましてて永遠に残る仕事を一つやっほいと何ですかという件対岸に新しい道を作ってもらいたいのでやと神山に永遠に残ることをしてほしいとそ,してまあそんなことがありまして対岸に今立派な道ができておりますあのいいお客さんがぐっと増えておりますそれでまあ,あの南国で誰でも行ける場所に凍る滝があるというのはこれがすごい強みなんです。それを 前にどんどん出してこの地域を発展させ,させて神山町全体に波及をさせたいとこのように考えております。はい、ありがとうございます。あ、こちら大丈夫なのでそのままはい、ありがとうございます。ちょっとこの辺のですね、観光係のあの観光課にいらした時のちょっとエピソードなんかをあのぜひあのはい相原さんからお願いできればと思います。あの観光課ーあのハガキのエピソードとかちょっと面白かったので<ー>。<laughs> あの私自身も今、観光の一翼を担っているようになっております。この時に大変勉強になったんですが、何でもね、皆さんも何かやってうまいことを生きかけると落とし穴があります。はい、で、評判を落としますで。で、一番恐ろしかったのがね、山田さんが言った2年目、3年目の時に、はがきに、 夜申し込みにしましたそしたら金曜日をね締め切りにしてしまったんですそしたら郵便局経由ではがきが300枚ぐらい日月火とたまりましてね月曜日の朝にとにかく300もう完全にオーバーですですから準備するよりお詫びの電話する方が多くなりました ですから、こんな細かいことですけどね、やっぱり経験を重ねていくとそういうふうな落とし穴がありますのでね、地道にコツコツといろんなことを聞きながらいつもあの自分勝手にやっているところがありましてもそれが災いしたみたいですまあとにかくそれは自分の大きな失敗でしたただね、電,電話をしてお断りした方は翌年度のお客さんだと思って 来年井の市場に連絡しますからってねおこらいをいただきましたもうすでに次の年の予約に結びつけましたまあそういうずるがしいこさもあったのかなと自分では思っておりますはいはい、ありがとうございますこのエピソードもやっぱりその神山町の観光課がすごく神山町に人をこう呼び込むためにものすごくこう努力されているんだっていうところがすごくあの伝わってくるエピソードであのまあこう 前に出ているさまざまなエピソードをプラスアルファ、すごく役場の方々が全力されてこの神山が作られているんだということをですねすごく学ぶ一つのきっかけになりました少しお時間が大丈夫なのですみません、スライド準備してないんですが山田さん、神通滝の神通発電所のお話をこの神通渓谷には、まあ、滝が一つのシンボルなんですが大正7年に作られた神通発電所があるんです。 大正7年といいますと、東京でもまだ全域に電気がない時代、ガス灯から電気に変わっている時代、徳島県内でも当然山間部で電気がありません、徳島市内でも隅々までは電気のない時代、その時に人通発電所が営業運転始めたんです、大正7年、100年前、神山の道路は当然馬車しか通れんような道です、徳島からね。そんな時代に 神山町の一番奥に世に先駆けて電電気かと思ったんです人通発電所それでその電気を水をあの集めるために石組みのダムを作ったんです当然歩いて通って手作業で今残っておりますけどね50年間あの発電所が休業になってからほったらかしで気に埋まって何にも見えないんたんです。それで これも私が提案しましてあの貴重な遺跡を4人出そうということであの評判小障会の方で会長と相談をしてあの20人ぐらい人を集めて遅延層から下がり木で全部伐採して今もあの神津滝行く途中に見えます100年前の,組の石組みの席ですよね。それれでで放っておけば崩れてお崩しまうので 町の教育委員会の方にお願いをして台風であの底が抜けよるところをこの秋ぐらいから直してくれることになっておりますそんでまあ一つの,あの滝とその電気の歴史滝と電気の歴史をいかあ発電所も壊すことになっ,ったんです PCB という毒素が出るのであのもうさらちにするともう聞いてびっくりしましてねこれはもう絶対に止めないかんとこんな貴重なものを壊されたら困ると。 それで上分地でいろんな場所で話しても反応が全くないんですねいやむしろあ,のあんなん残したら困る誰が世話するんとかいうような意見はあっても残そうという人は一人もないんですねこれはあかんなともっと違う場所で話さないかんなともっと広い中央の人領地区の大きな会に中村隆二さんが呼んでくれましてね東京辺りからもいっぱいあの観光関連の人来てました。そこで最後に私が手を挙げて 発言させてもらいましししたたそこの話んです小樽運河が大正10年にできましたがそれより3年前にできた小樽運河もあれ埋めることになっとったんです小樽氏がさら地にするように市民運動であれ残したんですあの海運の時代が終わったのでいらないということねそれを残したらあの今や小樽運河っていえば北海道の観光をリードしてますよね世界から人が来てその話を引き合いに出したんです。 実通発電所はもっと古いんですよとこれはもう絶対残さないかんとそしたらまあ最終的にあの町長が決断して残すことになって今きれいに整備されました周辺の木も切ってくれてもう以前よりずっと良くなりました雨降って地固まるってまさにこのことですあのそういう解体の木があってむしろ良くなりましたあの人通傾向にそういった形で電気の歴史と南国では 珍しい全国的にも珍しい氷瀑貴重な氷瀑を生かして歴史と電,気電気の歴史と自然景観を生かしてそれをミックスした場所として将来的には学生さんや大人の遠足そういったことで学習の場になるような学習観光的な場所になってほしいとまあ自分の中では構想しておりますそれで発電所周辺に去年雪割桜を300本植えたんです 雪やり桜というのは2月の上旬から3月の初めに咲くんですそしたら後ろに雲相山の雪山が見えるんですよね神山の春は陣痛渓谷から始まるというようなあのイメージでいち早く雪やり桜を咲かすことを夢見たんですが全部鹿にやられました全滅です、まあ、今年町の方であのネットのことを考えてくれてますので ま今年ままた再挑戦すすするつもりりでで、まあ、長くなりますんでこのではいちょっと相原さんからエピソードがああることで <laughs> はいあの陣痛発電所がね、残ることになりまして、何でも下がりの私がね、四国電力さんに聞いてみました、これって、回して電気を起こしたいなって、えもうなんでもねやれやれでね、行く方で相談しました、そしたらやめて、火吹きますって言われました。 はい、まあそういうことでね、長らく使ってないので、回すと大変危険ですよっていうね、なんでもね、すると私みたいなことで、回してみたいやってね全、全くいい加減な私でした。<laughs> そんんなことがあったんですね <laughs> あのちなみに、陣痛発電所って、皆さん行かれたことってありますかあ結構、でも半数行かないぐらいですね。 あの今、かなりあの綺麗になって神山の観光名所となっているところでもありますのでぜひ皆様、も実発電所、今、公民館で鍵を借りれば中が見れるというはいことになって神分公民館ですかね、管理は。ははいいいお願いします 素敵なオファーいただいてありがとうございますぜひあの皆様20名のご一行様で陣痛発電所並びに陣痛滝の見学あのぜひ行かれてみてくださいはいそれではですね、えー、ここからあの国際交流協会というところがあの、まあ、アリスの里帰りであったり国際交流を推進してきたという歴史がございました、えー、そこからちょうど2004年に NPO 法人グリーンバレーになっていくといった流れで進行をしていきます、えー、この時のですねあの国際協力 協力あ交流協会からグリーンバレーになっていくその辺の流れを岩丸さん教えていただいてもよろしいでしょうかはい、えーまあ、一応あのいろんな組織はたくさんありましてんで各自代表者が違ってんで自由に自分たちの活動をしていっていたわけですで今年と、えー、グリーンバレーが結成されてちょうど20年になります それまでにはあのアーティスト・イン・レジデンスっていってあの国内外のアーティストを招聘して2か月間神山町で作品を作ってもらうそれをあの応援する組織それからアドプト・ハイウェイっていってあの道路の区間を決めてあの決まった組織がチームがそこを清掃する。 それと、まあ、国際交流協会ですかあのその時は ALT といって,言って外国人の英語指導助手の方が神山町で2学3日でホームステイしていろんなイベントをしたり会合をするというような形だからそういうところをみんなまとめて一つにして。 グリーンバレーという NPO 法人をが作れられたわけですんでまあここにあのおいであるあピンクのよく似合うあのニコライさんが初代事務長ということでほんでまあ,あのよう頑張ってく,いくださいましたほんでまあ現在ほらそれが継続いたしまして、まあ、20年を迎えましたそういうことです。 はい、ありがとうございます。このまあ、国際協力協会からはグリーンバレーになっていくっていうところに関しましては。山田さんと相原さんは、まあ、それを、あ、そうなるんだなってご覧になってた側だと思うんですけれども。まあ、その時に、こう、どんなふうにお感じになられましたでしょうか。じゃあ、はい、あ、じゃ、相原さんから。あ、そうですね。あの。あ、えっと、それはまだです。<laughs> はい、グリーンバレーになる時ですね2004年頃、はい、私は役場におりましたので役場の方うで、まあ、岩丸さんたちの活躍を見ておりましたで、まあ、私は観光の方にもまだいましたのでね随分写真も撮らせていただいたしそういうことでただねあの立場的に。 あの多分グリーンバレーの方には煙たがられてるか嫌われてたんじゃないかなという気はしております。としてもねあの補助金とかそういうこととか人的な協力の時にそれを指導監督する適正に使われてるかとかね、まあ、そういうことがあったのでやっぱりそういう目半分とええー、なーっていうね両方の目で見てました。でもその時のの、ね、グリーンバレーの こう進展状況っていうのももう目を見張るものがありました。はい。具体的に聞きたいです。どんな感じだったのか <laughs> ぜひ。はい、あの特にねえっとあのよくあの A.I.R. アーティストインレジデンス事業が行われていたんですが。 結構ね、その役場内とか議会の方からは年間あれ160万ぐらいだったかな？100万かな万円 <laughs>？100万だった？万5千円 <laughs> あですね、わかります。そのことをね、結構議会とかあっちこっちから聞かれるんですよ。 有形なものには行政の、ね、関係者は強いんですけど議会とかそういう役場の職員で無形なものに関する知識が少ないしましては田舎なだったんですからね、まあ、そういうことに対してそれが適正に使われてるのかっていうことを、まあ、私たちのところに上の上層部の方から結構厳しくきましたでもそれは全部お聞きして高校ですっていうことを言いながら。 でまあ、長きにわたって続いたというそういうことがありました、ちょうどその中間のつなぎ役にいたもんですからね、ですから、まあ、微妙な立場にいたんだなあと思っておりました、ごめんなさいね、いつも予算切る方の立場で <laughs> 減らせ減らせ言われて、<laughs> いえ、どういたしまして <laughs>、<はい S 2> ありがとうございます、山田さんはグリーンバレーとは結構関わりあったんですかいや、関わりはほとんどないです。あ, <っ S 3> あのー 人間って2つのことはできないんです。あの、池田の津田監督が一筋の道を乱す。人間は他のことは全て捨ててもいいとですから。私は学人の森以外全部捨てました。<laughs> あの環境保全とか、あの歴史的なものを残,残していくとか、そういった方向に軸足を置いております。それであの神山は今。 新しい人たちが有能な人たちが入ってくれて、私も大変喜んだんです。グリーンバレーもそうですしね。その関係者の方も光線ができたのも非常に喜んでおります。それであの。新しい、そういう風と、それと昔からの大切な神山、これを融合した街にしていかないかんと思うとですね。もうどちらに偏ってしまっても良くないので、私はもう自分の道を進んでおります。当然、あの光線がうまくいったらいいな。と、関心を持ちながらおりますし。この前。 高専の生徒さんが自転車で来てくれたときにチラリと聞いたんです。すごく楽しいというとくれてもう我がことのように喜んでおります。もしあのそうでなかったらあの、まあ、残念なことになるんですけどね。まあ、喜んでおります。まあ私はそういうことであの奥の奥地の国語を切ってはいかんと切りすぎたらいかんとまだ環境保全の声がない遺在に言うてあの林野関係の司から怒られました。今は当たり前ですけどね。その時私の名前が新聞に出たんですっけ。 おの山を切りすぎるともっと環境を守らない,といかんと月のマグマを残さない,といかんとそういうことを言うとあんなもんいらんと言うんですよねついでになりますが月の和マ軍はなぜいるかというあのこといろいろ理由があるんですが一つにはあの風力発電を作ったり山に泥をつけたりそれが止まるんですよあのクマがいることによって一つの守り神なんですあの環境保全のそれが最終的に人間の幸せにつながるんですあれがおらんようになったら 部ででも進むんです沖縄のやんばるの森、北部の森が残ったのは、あのハブがおったからと言われています、ハブが残した森であると、やっぱりあのそういうものがいなくなると、環境破壊が加速度的に進むんです、まあ、そういうことも考えて、必要なことは考えていかないかんということを長く訴えております。はい、はいいありがとうございます、はい、ではですででね 続きまして、これもまたグリーンバレーの話なんですけれども、えっと、ここからですね、2007年にグリーンバレーが NPO 化して、そしてまあ指定管理制度でですね、この改善センターに入っていくといったところがございます。この指定管理制度のですね、ちょっとあのご説明をいたしますと、っていうか私より説明するより、相原さんより説明いただいた方がいいかなと思いますので、ちょっと指定管理制度で、その NPO、あの グリーンバレーが改善センターに入るとはどういうことなのかということちょっと解説をお願いしてもよろしいでしょうかえでは、指定管理制度について皆さんが分かるように説明しますので分かるように聞いてください、えー、とまずね、一番先に行政がいろんな事業を始めるんですが直営事業。直営事業っていうのを ししましたところがうまいこといきまへんどこも皆赤字ですそれで次に考えたのが委託っていうね簡単に業務委託みたいなのも考えたけどやっぱりそれもうまくいきませんでその次に第3セクター神山の温泉でしたらね神山町役場が 50%51% かなあと農協とか商工会とか森林組合とかが 株を全部持ってね。で、第三セクターという方法をやりました。これもまたうまいこといきませんでした。ただね、あの神山温泉だけ、徳島県内で黒字出したのは神山温泉だけです。第三セクターで。ところが、他の町村に関して、日本全国どこもかしこも第三セクターはほとんど。壊滅です。それで、次に。次に。法律上。 作ったのが指定管理という方法で,すでその指定管理っていうのは第三セクターではあまりにも委託を受けた業務所の団体をがんじがらめにしてどうも行政の直営に近い事業だったということそれで指定管理制度という方法に持っていってもうあんまり 細かいこと言う案件、とにかく儲けてっかいと、そういう制度に切り替えをしました、もうそれが指定管理制度と思ってください、あんまり口出す案件、とにかくもうもけてと、そういうふうな制度に移行しました、それで今、神山温泉とかね、道の駅とかは、株式会社神山温泉に指定管理しておりますが、グリーンバレーにもお頼みをしました。でね あんまりこういう例が県内にはなかったんですがなぜグリーンバレーにこの農村環境改善センターをしたかというのは2つの要因がありますまずグリーンバレーの方がもうほんまはあんまり言うたらいかんのやけどねもう役場退職してえと助けにええだろうと思って <laughs> 言おりますあのグリーンバレー自体が先ほど言いましたようにアドプトとか AIR とか 定住の促進とかそういうことで素晴らしい実績を上げていたしますます上げていくだろうというそういうことがもう見受けられましたそのことによりましてすごい安定感を持ってましたそれともう一つは素晴らしいメンバーいろんな技術を持たれた方たちがの集合体になりつつありました ただその時にねあれ事務所最初大南さんのね大南恵さんの事務所にあったんですですからなかなかね NPO 法人といっても NPO 法人財産とかそんなの持てますからねでも一土木会社の事務所に持って置いておくっていうのではあんまりにも手狭すぎて自由が利かなかったとでそういう時に指定管理制度っていうのがありましたので役場の方としても今のグリーンバレーに お任せをしようという方向で始めたという,もう最初から方向性を決めてね一般公募するんですよ、一般公募するんですけどもう最初から多分グリーンバレーがええな安定性があってとっていうふうな気持ちを私は担当でしたし上層部の方たちね、もうみんなその気持ちを持って取り組んでいたんです、ただ先ほども言いましたようにやはり私たちは行政の立場にいるので。 あのこれはいかんとかあれはいかんとかね、ねニコライさんごめんなさいね、その当時は。<laughs> はいまあ、そういうことで、でも最終的にはそうしようということで、進んでおりました、はい。でもやってよかったと思います、徳島県内で相変わらずね、いろんな指定管理してますけど、なかなかうまいこと言っているところはありません、でも神山町は本当に指定管理制度、あちこちでうまくいっていると、成功した町です。 それが今にもつながっているんじゃないかなと思いいますはい、今丸さん、この前改善センターにグリーンバレーが入るというタイミングはどんな感じでしたか、まあ、背中がちょっとこそがい,いんですけど、まあよかったなということですね,で、まあねあの、この大きな建物を、まあ、ある程度運営できるということはいろんな面で経済的にもあのグリーンバレーも。 楽になってきましたので良、ね、かっったなと思っております、はいまあ、ここに、ね、やっぱり指定管理制度を用いてやっぱグリーンバレーが入って組織的にこうどんどんなっていくといったところが、まあ、かなりそのグリーンバレーの,そのまあ地域活性がすごく飛躍した1つのまあターニングポイントでもあるかなといったところでそれはちょうどでも相原さんとまあ岩丸さんが要は入る側、えー、相原さんが受け入れる側ということだったんでしょうか。 そうですね、はい、本当に向こうとこっちにおりましてね、はい <laughs> あの、私も、ね、最終的には議会事務局の方にいて、えー、監査の方の業務をしておりました当然のことながら、指定管理の業務に関しても、えー、監査、ね、定例監査なんかもずっと行っておりましたので。 その説はいろいろとご迷惑をおかけしましたというかね、ずいぶん厳しいこととかね、そういうことを言わせていただいたんですが、それはあくまでもグリーンバレーのね、信頼とか、どん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 高まっていたということで、思っていただけたらと思います、は。い はいいありがとうございます、まあ、こういったターニングポイントを経て、えー、今まで、えー、と2008年まで見てまいりました、えー、このちょっとパネルディスカッションでは本当に限られた時間でもございましたので、まあ、1950年代バブル時代からですね、えー、この2008年ちょうど20年弱前までえっ、ー、と遡ってまいりまして、えー、そこからですね、まあ、昔話の回ではありますのでもう未来に行ってしまおうということでちょっとこの20年間はですねあのまた別の機会にというところではあります。えー、とここからでですね神、まあ、山でずっと、まあ 暮らして、あの来られた、あのこの三名の皆様が、ここからどんなふうに。こうなっていきたいのか、まあ、この未来への展望みたいなところですね、お話をお聞かせいただければと思います。では、えー、岩丸さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、えー、未来の展望と申しましても、今まで。漠然としか、未来を見ていなかったので、で今の。神山の自然な流れを。 大切にしてい,っていきたいいと思いまは、まあ、最終的には先ほどの国際交流の画面にありましたように県外人外国人地元の人地元のおっちゃんおばちゃん若い人みんなが一緒に共同であの町づくり町づくりっておかしいけど町の生活を楽しんでいけるように。 現在もそうなってますけどますますこういろんな面の人脈を広げてお互いがそういうところで、えー、力をつけていってほしい楽しい街になってほしいと思っております。山田さんお願いします。はい、あの最初から…あの 変な話になるんですが、私はあの信念とあの頑固は別だと思ってるんです。頑固っていうのは人の話を一切聞かないこと、ま端的に言うとね、信念というのはいろんな話を聞いて、それでその中で最終的に決断したことをぶれることなく進めることと思っております。まあ私はあの51年前からそんな感じであの。 あんなところでしてもあかんわあいつは変わっとるわとかいろんなことを皆さんあの言うてくれるんですけどあの決断をしてずっと進めてまいりました今あの昔はそうでもなかったんですが現在は地域活性化とかあの自然保護とか環境保全とかも盛んに普通に言われてますただ地域づくりもあの非常に難しいものがあります私のところへあの 特にこう、花による地域づくりをしている人とかがよく相談に来たりするんです、涙を流す人もおります、もうつらい、やめたいとかね、ことし、脇町の広棚の芝桜、えー、の里がやめましたよね、もう長いことしてましたけど、その人たちが、あのうだ女性3人の3兄弟が死ると一つの物語になって、内閣総理大臣賞もらったと思います、もらったとね。あの 地域づくり対象みたたいなので。でところが今年やめたんです。そんなところがまあいっぱいあるんですが理由は高齢になって続けられないとその他の理由としては過疎になって人がおらんようになったとあるいは万年理解したと私は大勢の人が出て人を集めて何かを展開していくというのは過疎の地では非常に難しいと思っておりますですから放っておいても勝手に人が来ることをいつも目指してるんです まさに神通警告は将来そうしたいんです発電所を残し歴史的な遺産として見てもらう取水石も残すそして氷瀑の滝も適切な整備をして将来に残していくとそれ勝手に人が来る場所ができれば勝手ににぎわい勝手に店ができたり勝手に宿ができたりそしてそれが波及していくので勝手に来る場所これを作りたいんです。 あの先ほどちょっと言い忘れておりましたが、きょう、朝ドラヒロミさん来られてますけど、私の昔からの友達で大変世話になっておりますが、この人が甘ったるい声で、山田さんって言ったら、ちょっとドキっとするんです。これはなんか用事言うてきたなと、いろんなアドバイスをしてくれて大変ありがたいんです。神津滝の下に、比叡の滝っていうのがありますから、また皆さん見てください。車から見えませんけど、看板が立てますから、止めると真下に見えます木に覆われて何も見えなかったんです。 山田さん姫の滝ってあれ気に埋もれて何や見えんなって言ってきたんですこれはきれっていうことやなと思ってそれで仲間を集めて体にザイル巻いてチェーンソーを持って下へ降りて突きって今綺麗に見えております紅葉の時も綺麗いしねまあそんな感じであのいろんな人にアドバイスをもらったりしながら勝手に人が来る場所満月以上というのがあります私の地区に。 いつ,いつまでたってもまん丸く成長するイチどっから見てもまん丸なんです。満月イチョウとお名前をつけて縦札を立ててます。そしたら一つの秋の観光スポットになってます。木が成長して電線が中へ入り込むようになってきたんです。だいたいそうなると道路の方の枝を切らないかなという発想をするんですが、私は四国電力の話をして。 あの、電池を移転してくれんかと、頼んだんです。そ、そしたら、その話を聞いてくれて。もう百年はいけますわ、言うてね。あの、移転してくれました。まあ、そんな感じで。いろんな人に協力してもらいながら、放っておいても、人が集まる場所を。上山町の一番奥地に作りたいと。まあ、このように考えております。はい、ありがとうございます。では、はい、相原さん、お願いします。今、ここに、亀山高専の学生さん。 先生もいらっっしゃってますでこの前ちょっとね話しする機会があったんですが皆さんにお話しさせていただいたことの中には山田さんの信念とか手法とか考え方がたくさん入っております結構山田さんの真似をし,、ね、した、えー、今流に言ったらパクったっていうんですか、ね、もう山田さんのことをたくさんパクらせていただきましてねそれが今私の 行動に現れております特にねテクテククリューろの前の瓦これを今草刈りをして刈って刈ってしてますけどね山田さんがさっき言ったように、ね、ほといても人が来るようにするんじゃっていうねもう前の瓦はとにかく草を刈って刈って刈ってしょったら皆さん川遊びとかテントを張ったりとかドグランにね犬を連れてきたりとかそんなにたくさん人が来るようになりました。環境が変わってきましたえそれで ここに、ね、官と民の架け橋へ」ってあるんですけどどうもね行政が説明をしていくと何か分かりづらくこう言えば理論武装しているようなところが結構多いですでも理論武装で私もやってきた人間ですのでそれが全部すぐ分かってますのでね民間の方に席を置いた途端にそのことをパッパパパパパパパを理解しながら。 もう行いしししていくようにしました、まあ、そういうことで今私の立場っていうのは官民の架け橋ということなんですがそういうふうに分かりづらいとこ行政の言葉とか行政の手法なんかで分かりづらいところを分かりやすくというよりかは逆に役場の人にね「これでええんですか?」って言うたらピッと見たああもうそれでいいですよ」ってね今までやってましたのでそういうことを。 公衆交代になりましたのでまあ今のところそういう形で官民の架け橋みたいにですからもしまあ皆さんが何かするときにこういうところは分かりづらいということがありましたらねあの説明させていただいたりとか協力はできるかなと思いますだいぶ役場の職員もね若返りまして私の声が届かないところも出てきましたけどねでもまだまだあの上のほうの人は残っておるようなんで。 えまだまだ官民の架け橋となっていろんなことを実現していきたいと思っておりますはい、はい、それでは3名の皆様昔話の会ということで、えー、昔からですね今までを振り返ってまいりました本日はご登壇いただきまして誠にありがとうございました改めまして3名の皆様にですね大きな拍手をお願いいたします はい、えー、それでは、ですねこのまあ自分史サイトをベースにですね、えー、振り返ってまいりました神山町の昔話なんですけれどもご質問をあられる方いらっしゃいましたらあのご質問を受けたいなというふうに思いますけれども、えー、いらっしゃる方は挙手をお願いできますでしょうかはい佐野さんがあのご質問がありそうなのでちょっとはいあの指名したいと思います。あああまますすののと申しますあの4月から 神山の小野住宅住んでましてまること高生の一応教員をしてこの間あのあの相原さんの授業にゲストにお越しいただいたんですけどもあの僕一応町づくりの研究をしててあの非常に集まって3人のオリナスストーリーが町を作ってきたんだなと、まあ、もちろんいろんな方が合わさって神山ができているんですけどお互いにこう相互作用しながら町ができてきた様子がとてもよく伝わってまいりましたであのさんがおっっしゃってた。 なんか未来になんか展望があってそこに向かうんじゃなく今の,この自然の流れを大事にしていくと自然と花開いていくってこれ結構神山の町づくりのキーワードかなと思っててなんか計画的にもうゴールを決めてそこにインプットインプットじゃなくていい関係性が生まれてより流れが生まれるといい流れが未来に向かっていくっていう感覚が結構すごいあの神山全体にあるあのすごい良さじゃないかなと僕は個人的に思ってるんですけど。 いい流れを作るポイントってなんでしょう <laughs> どうやってそういういい流れがいい人が出会って街が自然に生まれていくのかって何がポイントなんかなっていうのをよかったら皆さんに教えていただければなと思いますいいですかそれはあの人と対峙するだからこちらへ来てくれた人 対面する人、その人に一生懸命相手,相手っておかしいけど一生懸命その人のためを思って心を打ち上げるその繰り返しと思いますそんで夜はビールでも飲んでわあわあ言うのが一つの大きなあのあの家庭やと思うんでやっぱり来てくれた人大切に大切に神山の人がしていったらみんなそれは 感じてくると思うんですよ。その延長でおか,げさんおかげさんで、まあ人と人の流れができてきたような気がいたします。はい、ありがとうございます山田さんいかがでしょうか。いい流れを作るコツ。やっぱりあの人との関係性ですね。関係性が良ければ流れは当然良くなると思います。あのまたあの。 マイクいただいたんでついでの,あの話なついで、ついでの話ですが、よろしいですか、あの私はあの、まあ、自然な流れができると、まあ、お話なんですが、ちょっとおは話がお,おかしくなってきました。先あ先の <laughs> では、マークワリをいたしまして <laughs> あの、いい流れをどう作るかということなんですが、えー、テクテククリュノっていう建物を、考え5年間、行動5年間で、60歳の時に完成させました。それで、その時に、もう、ある程度のことを分かってました。これとこれとこれとこれ,とこれがあれば、うまくいくんじゃないだろうかということ。 それはまず建物を建てました建物にプロの厨房機器入れました喫茶ルーム作りました56畳のホール作りましたで宿泊の部屋も作りましたでトイレも風呂も皆作りましたですから保険証の方の許可宿泊の許可それと音響機器から照明から何もかももうそういうものがなかったばっかりに流れが 阻害される地域活動拠点を作ってそこにいろんな巨人化を全部揃えておけば次これしたいんだよって言ったらじゃあすぐやりましょうこれはどうですかすぐできますよ何一つできないということがね返事をすることがなくなりました要するにいい流れを作るにはどうしたかということでそういうふうな 全部揃った全部かどうか分かりませんが全部揃ったような地域活動拠点の建物を作りましたそういうことでね今のところは動いて活動しております思い出したね、山田さんかっこいいこと言うけどまあ半分ぐらいに聞いてくださいはいありがとうございます山田さん、大丈夫ですか はい、ありがとうございます。はい、その他にご質問をあられる方いらっしゃいますか？はい、じゃあ山下さん、どうぞ。あの、山田さんのあの自然環境の話、あの大変興味深かったんですけど、あの昔の自然環境について聞きたくて、あの皆さんが子供の頃の悪意川の様子とか、あとは山の様子とか、えっと。それと今のえっと山や川を見てどう思うか？か どうううしていいいいかかかななきゃけとそお私がワクチンの森を始めた頃っていうのはあのーまあ、開発開発でどん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 1 0 0 0ー越した山の上まで国有林が主になって多く国有林なんですけどねもうどん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 拡大増林していたんですそれで緑の国土を作るということでね今緑の砂漠って言ってますけどね それであの伐採してどん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 あの木材を植えること自体が良しという時代なんですね。それであの自然林は失われ動植物は減り川の水は減りもう大きく環境変わりました。それでで、まあ、私は植物を大切にしてるんですが あの植物もかなり減り減ましたやっぱりあの木を植えて火が射ささようになるとすべて消えてしまうんですねあの生えていた草が。それであの徳島にコンを取りが来てあの子育てをして今あのもう何年も話題になっておりましてあの県も保護してますがああいう大きな生き物っていうのは目にもつくし注目されやすいんです。ただ あの山奥の植物というのは人知れずひっそりと息を引き取って自然界から絶滅するんですね価値は同じなんですけど、まあ、私はそういうことをもっとあの目を向けていかなければいけないと今あの牧野富太郎さんの物語してますよねあれでかなりねあのうちへ来る人もあの植物に関心を持っております。まあ、それで 環境はかなり変わりました。昔は。田んぼの、あの、じめじめしたとこ。クワーデフォル土壌がもうめちゃくちゃ出てきたんですよね。今一切おりません。谷ひもいっぱいおりましたけどね。もう一切おりません。うなぎも溝に、あの。夜とかおりましたけど、もう一切おりません。もう結構環境変わってしまいました。はい、はい、ありがとうございます。 えー、それ以外にご質問をあられる方いらっしゃい、はい、どうぞ。えっと、山塾十五期生の林弥生です。よろしくお願いします。あの、なんか、えっと、三方の話を聞いていて、なんか、よく家に家系図とかあるんですけど。えっと、それぞれの先祖代々の人たちが、えっと、お三人さんが書かれたような、なんか、自分史を残してくださっていたら、なんか、あの。 先祖の人たちがどんなふうに思っていたかとか先輩たちがどんなことを考えて子育てをして私がいるのかということがすごく分かるなというふうに思いながらちょっと聞いてみました。でえっと自分史をなぜ今回あの、えっと、書こうというふうに思われたかということとあと、えっと、実際に書かれてあのすごく自分で感じられたこともしあったら、えっと、教えていただきたいと思います。であと えっと私はあの今熟成で毎日通ってるんですが、とても神山の人とかこととかものにすごくこう癒されたり元気をいただいています。皆さんありがとうございます。今日は山丸さんちで晩ご飯を食べに <laughs> 行きます。で山田さんもえっと相原さんもまたお茶碗を持っていくのでご飯を食べさせてください <laughs>。はい以上です。 自分史を作ろうと思ったきっかけと作ってみてどうだったかということで、はいいいじゃあ今丸さんかかがでしょうかいや最初に申し上げたように、非常にこう素敵な先輩方がたくさん人生体験が多い,人多いのに、私が何で選ばれるかというのは、非常にあのもうちょっと恥ずかしい、気恥ずかしい感じで、私はあの,その自分史を作って、このサイトの カードをもらったんですけどちょっと恥ずかしいでみんなによう配らんのよ。<laughs> <laughs> あっあの恐れおうて。ということでまあ私個人としてはそのサイトができたということは非常に人生のいい思い出になりましたけど人に対して見てください見てください,いや言うんはよう言わんなやっぱし恥ずかしいで以上です。<laughs> あの私はあの岩丸さんから 紹介があったんですあのまあサイトのこと全然知らなんたんですがあの松坂さんがだ誰かを探していると岩丸さんに聞いたところ岩丸さんが私を紹介してくれたんです、まあ、岩丸さんは「学人の森」がまだ不遇の,の時代にもずっとあの理解してくれて一生懸命応援してくれた人で最初からずっと知ったんですどういうあの今までたどってきたかということを。それで あの以前、あの学人の森の物語という本も出したんですけど、まだ今回、あの自分史で。より深く、学人の森のことを。ずっと書いていただいて、まあ、大変ありがたく思っております。はい、ありがとうございました。はい。私は。山田さんから紹介されました。<laughs> はい。えー、それでね。まず。第一番の理由なんですけど。 松坂さんから話があってね、なぜかというとやらないやめ断る理由がなかったんです。一番に、はい、断る理由がうちのゆり子さん家内が言いました、老化防止だけにやってみたらってね、それもありました。それとね、あの私のことなんですが、いつもなぜというときに救ってからもう。 やってから考えようという考え方なのでもう理由はなかったです、ね、断る理由がなかったね老化防止にやれとそれぐらいの理由で始めましたそれでじゃあ作った後に何を思ったかって言ったらもう二文字です「就活でしたえ」こんなありがたい就活はなかったですねはい断捨離でした もうたくさん資料がねたくさんありましたけど、えー、コンテナに2杯ぐらい持ってきましてねその中から本当に大事なものをこの機械に開い出しをしているもの、いらないものちゃんとして素敵な就活ができました断捨離行為もね完璧にでき完璧だと分かりませんができましたそういういことです皆さんもねやる前に考えるんじゃなくてやってから考えると。ね 断る理由がないと、まあ、そういうふうに思って進めること、これが私の自分史でした。はい。はい、ありがとうございます。それではちょっとお時間が来ましたので、えっとこちらでえっと一旦締めさせていただきたいというふうに思っております。で最後ですね、私より。 はいえっと自分氏サイトのですねちょっとあのごせご案内をさせていただきます、えー、自分氏ウェブサイトですねあの非常にあのこういった自費出版していくとなると非常にあの高額なお金があの書籍を作るとなるとかかってくるんですけれどもこちらのですねウェブサイトで安価に提供していこうといったサービスを展開をしておりますもちろんあの今までの,あのお三方のあの作品は写真と文字なんですけれども動画の作品にすることなどもあの可能でございますので、えー、こういったですねえっと自分 仕様もウェブサイトで残して永続的にデータで残していくそんな活動を行っておりますぜひご興味ある方いらっしゃいましたらぜひお声掛けいただければと思いますはい、それでは本日あのご登壇いただきました3名の皆様に改めて拍手をいただければと思います本日ご参加いただきまして誠にありがとうございましたはい。

たくさんいらっしゃるかと思いますので、ぜひ皆様とあの交流の素敵な会にできればと思っております。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。